マルサーホビー動画チャンネル、えー、プラモデルタイムトラベルシリーズの、えー、前回の続きになります。73年の,、えープ,ラのえー、プラモデルの歴史からひも、あのー、解いてご紹介いたします。えー、73年のモデルアートでちょっと気になる記事があったもんでご紹介します、えー。珍しいんですけど、ホバークラフトのプラモデルの組み立てキットです。今ここううういうモデルはなかななかか出てなくてく、えー、のように 真淵の,のモーターを使って実際にあの浮き上がります。であの路面を滑るようにあのちゃんとこういうプロペラも本式のタイプをつけて,てですねあのちゃんと動くようになってますんであのなんですかねこう船みたいにはっきりわかるんじゃないんですけどあの机の上をこうドリフトしていくような感じなんですね。で非常に珍しいタイプなんであのスケールで。 この当時のあの昭和の模型屋さんっていうとですねいろんなモデルがプラモデルになってましてあの広告にはちょっと出てませんけれども、えー、例えば風景のものがあのプラモデルとかあとあのこういうモーターで動くものとは別にですね、えー、例えばあの、えー、あモーターで動くもので扇風機とかあとそれもちゃんと首振って動くような感じでよくできてたりとかしてあの面白いモデルがかなりたくさんあったんですね。 今やっぱりディスプレイモデルがほとんどのプラモデルになってるもんですから動きがこうあってちょっともう珍しいっていうのがあ,のありましたね。で、あのー、こちらのだと,、えー、とホバークラストとかあと非常に珍しい広告で多分知らない人が多いと思うんですけれどもこういうあのアトラスモデルっていうのがあの小田原にあってですねあの、えー、とプラモデル用の,あのラジアルタイヤとか、あのー ホイールですねそれも金属製のホイールも売ってました。で、種類もあの割と種類がこうあってですね、あのディスプレイモデルで使うための、えー、もうあのただあの棒に刺すだけのタイプなんですけれども、あのこの当時はまだ金型使ってプラモデルで作るっていうまではいかなかったもんですから、あのこういう金属であの、えー、流し込みの方を使っていて。で この写真だとちょっと光沢ダわかからないんですけどその昭和の時代だとテカテカのメッキになっていて金属でずっしり重たくてあのこのタイヤに合わせてあのボディを切って、えー、プラマンでオーバーフェンダーをくっつけてパテで持って塗装をしてて涙ぐましい努力を昭和のおじさんたちはしてあの今でいう車あの昔で言う車庫段であのタイヤが切れないだろうっていうくらいハの字にしてあのギチギチに走らせる。あの ディスプレイで作ってたやつなんかもあの思い出しましたこれも非常に懐かしくて知らない人は結構多いと思いますけどねこういうものまで出て,てディスプレイの方にあの行く流れもありました、えー、こちらはあの受け屋東次郎とトヨタの s 800の、えー、紹介の記事ですね あの右京当時ろっていうと知らない人がかなり多いんですけれども伝説のレーサーでわずか23歳で亡くなってしまったんですけどこの人の生き様はものすごく強烈であの18歳であの単身アメリカに1人で行ってその当時ですねあのアメリカに留学みたいなのをしてそれとかあの、えー、この人は何冊か本をあの残してるんですけれどもあの非常にあの。 えー、なんて言ううでしょうかねあの、まあ、裕福な家庭に生まれ立ったってのもあるんですけれどもそれでも甘えることもなくあの独立の心がすごく強くてですね、あのー、16歳で一番最初に書いた本ががむしゃら1500キロっていうもあのもで今だったらなんてことはないんですけれども、あのーえー、この右京斗二郎さんはあの16歳の時に1人でですね東京の自宅から大阪まで行って また帰ってくるっていう 50cc であの今の,あの箱根の山をこ越えるのもなかなか大変な時代でまだロあの道路がアスファルトじゃない時代なんですねですからそれで行くっていうことはあのかなりの,あの16歳の少年にとってはあの冒険だったんですね。それでも一冊の,あの本を あの作って、えー、と紹介されてあのその時に読みましたけれども非常にあの才能あふれるあの文章の才能も結構あってですね、えー、とこのウケア選手はあのーえー、それで、あのー、本で、えー、と一応その、えーまあ、ツーリング日記みたいのを出してから、あのー、単身でアメリカで、えー、そのアメリカ行った先でも、あのーえー、本を えと出してですねそれであのアメリカから帰ってきてその当時まだぜ日本グランプリがやるかやらないかの時代だったんですね。であのやっぱり行動力がすごくあるもんですからあのこの人のあの最初の16歳かそのくらいの本を読むと将来はあのいろんな要素を持ってあの、えー、分泌業とかあのレーサーとか。 そういう夢がたくさん詰まっていてでそれでそれを全部合わせたようなスターになりたいというのうはっきりしたあの、えー、すごい激しい情熱の人だったんですね。でアメリカから帰ってきて、えー、自分であの推奨の,あの手紙をトヨタに出してですねトヨタのワークスドライバーになったんですね。であのもう伝説なあのものであの、えー、今もうと閉じてしまってるんですけど千葉県にサーキットがあって。 千葉県船船橋橋市に船橋サーキットっていうのがありましたでその時に宇樹谷東時の選手はもう伝説になってますけどこのトヨタの、えー、S800 ですねちょうど市販が始まってしばらく経ってからですからこのレースがデビューレースだったんですねでその時にあのえー、とイグ,ザイグザー選手と、えー、接触をしてあのえー、と最後尾の方まで落ちました。それからあの 炎のような追い上げをして全部抜いて最終的に優勝したんですねこれはあのー、すごく伝説のレースなんですけれども今となってはもう知る人が少ないんですけれども表彰台に裸足で上がってあのもう何て言うかあの自分を気取らないような感じであのとにかくあの魅力的なあの人だったんですね。であのー もうですからこのトヨタのあの s 800はいまだにまあプラモデルでたまに出る時も再販でありますけれどもあの abc ホビーで十分の一のミーのタイプであの普通のあのトヨタの s 800よりも受けは登場主郎であの透明ボディでこのデカールがついてっていうプラ、うんと透明ボディでラジコンとして出てるんですねでそうすると必ず指定外があるくらいまだまだあのー えー、その人の記憶に残ってるあのよあの、まあ、トヨタの S800、ヨタハジですね、あのやってあの、非常にこれがベースになっていて、デザインがトヨタ 2000GT の原型になりました、ですから非常にあの、えー、とフォルムがその流線形ですごく綺麗であの、どっちかっていうと、ホンダの S600、800っていうのは、あのエンジンがもう、えー、と精密機械みたいなエンジンなんですね。で トヨタの,あのホンダの,の S600、800というは初期のタイプはあのリア駆動なんですけどチェーンだもんですからアクセル踏むとし後ろがこうやってぴょんって持ち上がるような感じになったんですけどもうあのエンジン的にはこちらの方のがトラックと同じエンジンだったんですねであのでもあの耐久性があってあの空気抵抗が良かったもんですからあのラップタイムかなり早かったんですね。で その時に福沢選手がホンダの車で右京八郎選手がこちらのヨタハチでもうぶっちぎりで勝って伝説にになななっったたみい感じてますねその後右京八郎さんはこのレースが終わってからしばらくして亡くなったんですけどその時に最初の方にレースを出る時に今でいうドームの会社の社長ですね林さんと あとホンダの先代、えーの,えー、の社長の息子さんですねその3人で、えー、そのホンダの社長の息子さんが持っていたあのホンダの S600 を、えー、持ってきてあの林稔さんがあのその造形ので FRP を当時は買うもんはなかったもんですから FRP で、えー、手作りで作って自宅であのかなり貼ったりとかして、あのー、工作をしてですねでやっぱ個人で出るようなもんなもんですからその時に全部真っ黒けに塗って、あのー、もうあのカラスっていうふうに言われてそれでレースに活躍したなんていう伝説もあるくらいです。ですからももううこののの選手のあの生き様っていうのはいだに、あのーもう あの50代後半とか60代には知ってる人はいますけれどもあの非常にあのやらないであの後悔するにはでやってからあの後悔をあ後悔っていうのはやってしまったことにじゃなくあのやらなかったことは後悔っていうんだっていうふうにメッセージがもう熱いあの選手だったんですね。ですから非常に、あのー この生き様が23歳で散ったっていうところがあるんですけれどもあのあのもし生きてたらあのもっとすごい選手になってたんだねっていうのはあのよくお話で出てくるくらいになってますちなみにここに写ってるのは当時の日東製のプラモデルになってます非常にあの出来が良くてですねあの逆にあの実写よりあのスタイリッシュになってます下がこの実写のタイプで全然見劣りがしないんですね まあ作り方のうまいっていうのもあるんでしょうけどあの非常に質感が良くてこの当時のプラモデルとしてはすごく100点満点くらいの出来でしたね人気がありましたえ続きましてあのこの時代の,あの有力3社の24分の1ポルシェですね、えー、と日元、グンゼとタミヤですねこの頃やっぱりシルエットフォーミュラシリーズはすごく人気あったもんですからあの3社三用で出ててですね 5で、ああのとののとちょうど中間みたいなな感じになりますねであのこの時代のモデルの特徴で、あのただディスプレイ、まあ、もちろんあの造形はすごくきれいによくできてるんですけれども、なんと走行します。まぶちのモーターをつけて、このようにあのちゃんとダッシュボードもちゃんと作ってあったり、タイヤホイールもなかなかディスプレイにあの準ずるものを作ってあるんですね。でもちゃんとこのように あのモーターをつけてあの電池をつけてこちらも軍勢がこれがの130モーターでこうやって、えー、と日毛も,もこのように130モーターでこうやってやってますねであのー、男の子の趣味でですねやっぱ競争するわけですねこの当時一番速かったのはタミヤです。ものモータータが大きかかったものですから で後ろにあの乾電池を積んであのリアタイヤに重心をかけてやったものですからこれ、早かったんですね、かなり。で、あの日帽なんかは作りやすくやってたものですからあの例えばタイヤみたいに配線とかあるとあの小学生だとなかなか大変なところもあるんですね。で、あのほとんどはめ込みしで今のミニ四駆より簡単かもしれないですねあの板状のものではめ込むもので接触がなんかあの、えー、とすごくよくて作りやすかったですね。 で、軍勢も一応コードでやるタイプでしたけどそれぞれ三者三様で一応こういうフレームでタミヤなんかさすがにあのお人形もちゃんと全部やっててだもんですからここに人形があるってことは後ろに全部パワーソースをまとめてあるんでそれがまあなリアタイヤに力がかかって速かったっていうのはありましたえー、とでその中間がにあの日芋ですねでもも、ちちゃんととヘルメットがああっったり、ちょっとあのどうしても あの構造上、あのシートがあの浅くなったりとかしてましたね。で、このようになっていてですね、えー、と非常に、えー、とよくできてて、えー、これが細部のタイプで、えー、とまずこちらの上が、えーとえー、とタミヤですね、やっぱりこうしてみても非常にあのホイールのデザインとかヘッドライトの周りとかもあります。で あのここのところにあのその、えっと、プラモデルの雑誌屋さんの、えっと、感想ですね、えっと、このマルティーのデカールが小さくても大きもなかなか大変なんですね、でタミヤはあのそれを分割式にして貼ります、ですからあとは合わせてくださいっていう感じですね。で、こちらの日毛はあのストライプがあの全部一体型になってるってことですね、その2次元のやつをこうやって3次元に貼るのはすごく大変だったって覚えがあるんですね。で ここれをそのまま貼るには神業的テクニックがいるって書いてありますね。でやっぱり気を使ってそこまで書いてありますけれども、適当に切ってはあのつなぎをあのしてつながりの悪いところは色塗ってくださいって書いてあります。だからそこら辺がやっぱ昭和だなと思いましたね。でも車的には作りやすくてその配線の手もやりやすくてあのこの辺はフォルムがちょっとお好みに分かれるところですね。 であとこれが軍手産業のポルシェ934をグループ5にしたタイプでなかなかこのモデルっていうのはあの他でも作ってなかったもんですからこのカラーリングと前もやってあの非常にあの組み立てやすくてあのまあ、珍しいタイプだったものですから非常に人気がありますね。同同じくポルシェ935士で見るとやっぱりどうしてもあの タミヤさんと比べられちゃうもんで、もう日芋は昔の一番最初のプラモデルの,あの戦艦の大和のからの,あのライバルなもんですから負けるわけにはいかないところがあるんですね。でそれぞれ一長一短があってタミヤはもちろん王道の,あの組み立て方であの日芋は日芋で作りやすくてあて非常に好感が持てるようなあ,の、えー、あまり接着剤を使わなくて組み立てられるというところが特徴でしたね。ここれはこれはででよくできたと思います。 こちらは、えー、と珍しいんですけどモデルアートの愛読者によるプラモデルの作品の写真展ですね。あの非常によくできたウルフの,あのタミヤ製の20分の1のウルフの w r 1の,あの、えー、プラモデルキットですけど、まあ、ベースがすごくよくできたと思うんですけれども非常に綺麗な仕上がりでなんとこれが中学校3年生です。 今のあのあ大人でもやっぱここまででに乗るとなななかなか大変なんですねやっぱこの昭和の時代のやっぱりプラプレンコンテストの,あの会長さんがあの車ばっかつく程度腕が下がるとてなな投げてた記事がありましたけどあのなかなかどうして大したもんですねやっぱりうんこの辺はやっぱりもう昭和の時代だとあの、えー、工作っていうのはやっぱすごいですねレベルがやっぱちょっと違うと思いました。 でこちらもえー、とウォーターラインの、えー、不死見のタイプですね。えー、と、えー、やっぱ綺麗に作ってやって、戦艦で綺麗につくとなかなか大変なんですけど、こういうモデルとか。で、次のこの、えー、シュトルヒですね、長谷川の32分の1ででかいっていうのもあるんでいいんですけれども、非常によくできてますね。あのー、なかなかあのー、 まあ主翼とか主翼の折りたたみとか、あのーまあ、手を加えてあるんですけれどもあのこの,イあの主翼を畳たたんだあのフォルムもあのすごくよくできてますね。でちゃんとあのこのように翼を伸ばしてこういうふうにやりますしあのシトルシっていうともうアフリカ戦線での当時のドイツ軍が指、あ、揮、のー、を取るためにロンメル将軍が乗ってあのー 搭載しあの乗ってですねあの式を取ったりとかあのこちらであの使ってたっていうのもありますしあの非常に有名な定作を兼ねた表記ですね。であとはこちらの方もこちらも当時のえっ、ー、と小中学生くらいですねでも綺麗にできてますね。でもああののののモデーさん 評価がやっぱなかなかあの厳しいとか厳しいので、写真が小さすぎるって書いてありますね。で、モデルの組み立ての塗装もあの雑すぎるって書いてありますね。非常に手厳しいですね。でも、やっぱあのこういうスケールモデルを小中学生ぐらいから、あのちゃんと作っていて非常にレベルが高いなと思いました。えー、もうこちらの広告は日東化学の模型で。あのもう。 一番スーパーカーの乗りに乗った頃ですねあの ランボルギーニ・イオタと、あとこちらがマセラティ・ボーラーですね、えー、キリカイトールが乗ってたタイプで、あのーえー、とフーのューヤとー、あのー、戦ったもので、もうランボルギーニ・イオタですね、これはさすがとレースの、あのー、イタゴの奥さんが乗ってたタイプで、あのーまあ、今見ると三浦ベースのイオタって分かりますけれども、このシリーズがすごく続いて、あのー、爆発的ヒットになりましたね。あのー まあフォルムもよくできてたもんですからあのー、コレクションして集めてあのー、やったくらいで一番ブームのあのー、やっぱりこのボーラとかイオタがいよいよ登場っていうことは後半になってきてるんですねだからやっぱりこのもうスーパーカーの時代で特にあのスーパーカーっていうサーキットの狼でこう盛り上がったっていうところはまあ火をつけてあのー、スーパーカーブームを起こしたっていうのがありますから当時あのー スーパーカーので、えー、と各地の、えー、遊園地とかあの人が集まりやすいところでスーパーカーを並べて写真を、ね、撮ったりとかする小中学生がその時にカメラを買ってスーパーカーの写真をいっぱい撮ったりとかしてもう大ブームでしたね。あの すごいと後楽園球場かなんかでスーパーカーだけのを集めてまるでアイドルのコンサートみたいな感じでスーパーカーが一周回ってくるっていうのをやってかなりの人数の人が見に行ったりとかなんかもうニュースになってました非常にやっぱり子にあに夢を与えて車を広げたっていうのはスーパーカーの人世代ですねでこちらの方が日もですねやっぱり あのちょっと渋いところついてデトマソ・パンテーラーと、やっぱりランボルギーニー・カムタックのあのオーバーフェンダーつけたレースタイプと、えー、そのポリシェ935、フェラーリ 512BB、やっぱこちらもデトマソ・パンテーラーですね、あのグループ4とあのパンテーラースペシャルですね、ウィングがついてると通常のタイプと、GT4 を出したりとかして、パンテーラーの最強力タイプですねいやあの。このようにやっぱりもうスーパーカーがも,もうピークになってますんで、 あのやっぱりもう一万人目を引くスーパーカーで一回この70年代からスーパーカーがブーム去ってからあの80年になってくるとまたまたその辺はあのその当時のこの追っかけていた小中学生がもう大人になっててその時のブームでフェラーリ F40 とかポルシェ959とか第二次スーパーカーブームがあってやっぱりあの車ってあの。 ミニバンで移動だけの手段じゃなくて、もうロマンが詰まってるんですね。やっぱりこのえっ、ー、と、えー、フェラーリー乗れるんだったら、もうあのえっ、ー、ともう死んでもいいっていうような思うようなあのオーナーもいたくらいで、えっ、ー、とやっぱそうですね。すごいあの人の人生を変える力がこうあってっていうのはやっぱりすごい力だと思いました。 珍しい広告だとこういうものもありましたワグナーワグナー紹介というところですねメダルキットっていうのですねで金属のあのボディだったもんですからあの組み立て式だったんですけれどもプラモデルみたいに全部バラバラっていうかあの金属のこの表面仕上げをあのしているタイプでですから小学生から大人まで楽しむことができますだから組み立てはあの手軽にあのまあこういう中では手軽っていうことでやってますねで あのモデルはやっぱりプラモデルの色を塗ったよりも金属でやってたものですからあの非常にあの仕上がりが綺麗だったようと思います。でこのようになってましたねですからこういうようなものもあのマニア向けに作ってました。えー、このののののような作例の記事もありましたタミヤ分 えー、フェアチャイルド A10 ですね、まあ、サンダーボルト2になるんですけれどもあのやっぱタミヤが作っただけあってあの造形はすごく綺麗です、ね、もうこれは対地攻撃を、あのー、目的に作ったものですからとにかく頑丈でいっぱい爆弾がつながって、あのー、製造率が高くてこの、あのーえー、操縦者の下のところにバスタブでこう防護板がこうあったりとかして。 リアの,あの垂直尾翼なんかは右と左と共通なんんか右とと左共通ですねですからその辺が合理的なアメリカの,あのモデルなもんですからあのもう今までこういう形のタイプっていうのはあのあの主翼がこうあのまず直線っていうのがあの、まあ、ジェット機だとあんまりありえなかったんですけれどもとにかく対地攻撃に何て言うんですかねこう特化した機体なもんですから。 これが実機の機体なんですけれども非常に実践的に作ってますねですからあの、えー、バルカン砲とかを使ってやるともう戦車がもう紙くずのようになってしまうくらいものすごくいあの攻撃力がこうあってあのエリア88でもグレックが使ってたタイプで有名でしたねですからその辺から入った人もいますけれども非常にこういうモデルでもう爆弾とかもうコラッショっていう感じであの これであの二次大戦の爆撃くらいの,あの量を詰めるくらいになっていてこのように多種多様で、えー、と出てましたあの恐ろしい量ですねですからこういうふうに、えー、なっている対地攻撃用のフェアチャイルドですねあのもうこの時代からもう紹介がありましたえー、っとこちらがモノグラムの48分の1のシーハリアですね、あのー やっぱりあの西側諸国で垂直利用ができるっていうとやっぱりもう針を置いてないもんですからフォークランドですごい活躍したりとかしてやっぱりこのシリーズでモデル化も早めにこうできてましたね。こののようになってますす、まあ、モノグラムですからあの え少し手直し、まあモデルアートの場合は特にあのこの辺厳しいですからもうきっちりもうやってますね、もうあのノーツなんか作り変えてますからね、ここらへんが手厳しいですね、非常に。やっぱり飛行機にはもう一歩も引かないぞというのが出てますね。やっぱりこ あのハリアのシリーズはいろいろあってあのどうしてもやっぱりあのロールス・ロイスのエンジンを使っていてあの翼の先と前と後ろでやりますけれどもやっぱりどうしても搭載にあの限りがあるものですからあの、えーとですね、最初の方の時はレーダーも積めないような機体でしたけれどもその後、海兵隊で使うようになってからレーダーを使うようになってシーハリアになってその代わり胴体がすごく大きくなってきてますね。ですから あのまあ、こういうふうにどんどん発達していってシーハリアであのアメリカでもあの採用されたくらいですからなかなかあの、まああのまあ、今でしたらオスプレイとかになっちゃうんでしょうけどやっぱりジェット機でこういうふうにやるっていうのは非常に珍しいんであの、まあ、あの東側諸国のフォージャーもありますけれども運動性とかやっぱりハリアの方が全然上で。 このノズルの可変を生かして空中戦がすごい小回り効いたりとかしてあのなかなかあの、えー、有事の際には頼れるようなあの実戦的なあのジェット機で非常にこの,このようにあのモデルアートで特集で、ね、何ページも続くくらいやっぱり注目度がすごい高かったんですね。森の中からパーッと出てきてき戦ったりあの えー、飛行甲、あのー、板から、まあ、船の上からもあの飛び出せたりとかするのはもうこれしかないもんですからやっぱりこう実践的ですぐできるっていうと非常になかなかこう、えー、と面白い映像の手とかの写真とかも出ててあの非常に、あのー、個性があってやっぱ人時代、あのーまあ、作ったような機体でしたね。このような生地もあります でメッサー262ですね、もう言うまでもなく、あの世界の初めてのジェット戦闘機ですね、であのー、図鑑みたいな本を読むと、本当にあの一番最初の、えー、ジェット機は、ですね実験機みたいな感じで、あのイタリアであったんですけれども、ちょっととても実用的にはあほど遠いような機体だったもんですから、実質はこれが世界最初だと思います。 であのー、この当時、まだあのメッサー262で初期のあのジェット機でマッハ1までは出ないんですね、700キロとか800キロです、ですからその時にあのー、採用された時にまあ政局をもう逆転するくらいのタイプだったんですけれども。 あのどういう考えか知らないですけど、ヒットラーが最初にこれをあの爆撃機に全部しろっていう命令があったもんですから、全部爆撃機になったんですね。だからこれを戦闘機に最初からあのしていれば、あの世界の歴史が変わったかもしれません。で、その後あのやっぱりドイツの方にも攻め込まれるわけだもんですから、夜間戦闘機になってきたんですね。そうすると大活躍するようになって、その当時のあのドイツ空軍の あの一番エ、えース級が全部集まってあの一つのグループであの戦って非常に成果を上げたそうですですからあのこのようにこのジェット機のエンジンが下のところにあるのはやっぱりこの当時の一番最初で整備性のことも考えてすぐ整備ができるように翼の下という非常に理にかなったタイプですね。であの武装も機種にあの えー、大光景を使えたりとかしてであとレーダーなんかもあの初期のレーダーとこの先端の方にありますからあの搭載がこの機種関係はすごく使いやすかったんですね。で翼はこのもうであの後ろにあの抗体翼になってますからまだまだこの後にあの作ったアメリカの、えーあのー、最初の方の戦闘機が、あのー、一直線のやつであのー。 えー、戦争ですごい不利でやっぱ性能は低かったんですけどもう先見の命でこういうデザインでこういう抗体翼って出てきたやつはすごいあの先見の命がありましたね。やっぱり、えー、262ですねこれはレベルのキットの,あのボックスアートになりますけれどももう各社いろんなものが出ていてやっぱりどうしてもあの、えー、ドイツののあの,こ,こ,の,あのこういう。 えー戦,闘あの戦闘機乗りのお話とかいろいろ漫画とか小説とかいっぱい出てるもんですからそこにあの感情輸入してひいきめに見てる人なんかもすごく多くって確かにあの世界初の,あの,そのジェット機とかロケット機なんていうのはドイツからですからあの非常にあの、えー、モデルとしては戦争の有無は別としてあの、えー、の単純に飛行機としてやっぱりあの素材的にはやっぱりこう。 えー、あの魅力が非常にあってあの引きつけるものがあってあの人時代をあの作ったあの悲劇のジェット戦闘機ですね、えー、こちらはレベルの,あの広告当時の広告ですねこの時は軍勢産業が、えー、レベルをあの輸入してましたで、ね、このような代表的なジェット機もやってました、えー、当時の広告であの各社協賛で プラプレーンコンテストで,ですね飛行機のスケールモデルの,あのコンテストですねこれがもう鬼のコンテストでしたからものすごくあの真剣なタイプでえー、とひよったようなモデラーはとても出すなんていうのは出せないような感じですねもう変なものを出すとこ,てもえこちらの,あの作例も見たことがありますけれどもあのホビーショーとかで語ってあったことがありますそれはもうとても素晴らしくてですね 小中学生とはとても思えないような作例が並んでてあの驚いたあの覚えがあります。そのくらいもうプラモデルの,あのコンテストで一番あの、えー、レベルが上のクラスでしたね。ただやっぱ日本人ってこう真面目にやりすぎるところもあるもんですからもう。 あの突き詰めたような、えー、技術の,あの手でこの当時はその光景もあまりなかったものですからあのよくそういうのですごく綺麗なものできたなという感心するところがあるあの非常に格式の高い、えー、もあのプラモデルの,あのコンテストですね日本一のコンテストだと思いますでやっぱり時代だけあってこの当時の、えー、このプラプラ,プ,ラプレーンコンテストの、えー、商品ですね あのこのカメラですね、この当時はすごい高級品だったと思います。で、あとこのラジカセみたいなスカイセンサーですね、あのえー、短波であの海外の,あのラジオも拾えるようなタイプとか、あとはそのラジオとかですね、えー、渋いですねあのゼブラボシャ,シャーボシャーペンとボールペンのとか、あのやっぱりこう昭和の匂いがプンプンしますね、やっぱこんなようなものも商品でしたね。 やっぱりこれは1978年なもんですからあのー、電動カーの第一次ブームの頃だもんですからあのー、このプラモデルのモデルアートの雑誌でも別冊でわざわざ電動ラジコンカー入門というあのー、タイリルが表紙では泣かせるところがありますけどこれで別冊であのー、作ったってことはすごいなブームだったんだなと思いますね。あのー 第2版が「品切れ近し」ってとかのがすごいですねきっとあの編集の方でこうモデの方であのヒットしたもんですからこれが入門ですからその次の号も出ますやっぱり時代だなと思いましたこれなんかはその78年の、えー、一般の人の,あの軍勢産業に対するあのお問い合わせで、えー、質問箱ですねで、えー、こののの当時のその 案内によるとこれはスピットファイヤーなんですけどスピットファイヤーの内部ですね32分の1くらいの大きいタイプだと思います。でこの相談の方が内部の色がわからないんであの教えてくださいっていうことで今スピットファイヤーにしびれていますがコクミット内部の塗装を教えてくださいなかなかすごいあの質問だなと思いましたけどでまたそれを正々堂々とちゃんと受け答えしてあのシートなんかはあの またはスカイで塗りますとか、ちゃんと細かい視点までちゃんときっちり答えてますね。やっぱりこの辺がスケールモデルの時代だって分かります。えー、当時の78年の日物の、えー、広告ですね。あのー、アルピーヌルの・ルノー A310 ですね、えー。まさかこの後にエヴァンゲリオン出てくるとは思わなかったですね、夢にも。でその後に、えーと、その当時だとランチャースタート・スターボとか、ロータス・エスプリとか、ポルシェ935・ターボ、フェラーリの えー、BB の,あのレーシングカーとかやっぱりスーパーカーブームなもんですからこういうのも出てやっぱり他社とちょっと違いを出すためにあのアルピーヌルのも出したりとかしてこのホグランプのバリエーションなんかもちゃんと細かくできてこの辺はちゃんとあのマニアの人にも声を応えてるタイプの,あのモデルでした。 えー、こちらも1978年のなんとバンダイのシリーズの、えー、バンダイの広告ですね、24分の1のプラモデルのキットですね、えー、新発売で BMW320i ターボとかあの、やっぱり王道のポルチェ93577ターボ、ランチャーサートスターボ、フェラリーリ 365GT4、ベリネタ・ボサの,あの、まあ、グループ5ですね、この時の。 もうこの時はサーキットの紙であの風紀優弥がもうランチャーストラトスとかのグルーフ5乗ってましたんでもうそれに追っかけるっていうことでまだガンダムのガノジョもない時代ですからやっぱこういうのもすぐやってでやっぱりこの当時のお約束でモーターライズで動くっていうのはやっぱありますねここらへがやっぱ抑えるとか抑えておくあのやっぱりバンダイあのうまい作り方してちゃんとスピード 競技用のコースガイドとかちゃんとこうきっちり書いてあってスリックタイヤとかあのでもスケールも抑えてるよっていうところがなかなかあのやっぱりこうこちらは、えー、とやっぱ1973年の、えー、LS の,あのプランモデルの、えー、広告ですね珍しいですね日産のボートです。これも出していて、い、えー ハードトップクルーザーとスポーツクルーザーと各2種類出て、えー、と20分の1精密スケールで出てますね。うんなかなかあのでもモーターが使えるタイプで炭酸電池使いますからやっぱ当然、あのーえー、と船であのみ、えー、と水の上で動くわけですね。でやっぱりあとこの時はあのスーパーカーブームなもんですから LS でもカウンタックとか であとはやっぱりちょっと落ち着いたモデルもってことであの新しいセリカリフトバックの2 0 g t なんかも出していて、えー、LS は1分の1のプラモデルの,あの鉄砲シリーズが有名中の有名ですけどこういうような動くものも出していて割とあの種類が手広くやってましたこちらが1977年のタミヤの広告の、えー、12分の1マルティニ・ポルシェ935ターボですね。 やっぱりもうこのサイズもももんですすから、よくもううぎてますね。もうこの辺があのスケールか力抜けないタミヤのエンジンなんかもちゃんときっちりできてる、えー、もう一番王道な車ですねまさかこれが後にラジコンで走るとはまだこの頃は思ってなかった時代かもしれないですねポルシェ934とか20分の1の928なんかも出るのがあの時代ですよね。はいで あのこのようにあの本日はあの珍しい70年代のタイムトラベルシリーズで、えー、目につく広告とかあ気になった記事とかもあのアップしました。えまたこのようにあの面白い記事とか見つけましたらあのこうあのアップしますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。わせてマルサンホビーでは 現在のあのえどモデルの、えー、通信販売もジャサイトヤフーショッピングアマゾン等で受けたまってますのでそちらの方のご用命もお待ちしてます。いつもご清聴ありがとうございます。